Hey guys, it's Yuta. So, when I was doing an interview about gender differences, I came across this guy who works with foreigners in a food company. So I asked him about immigration in Japan. Check this out. よく言われるのが、あまりこのよその国から来て移民的な人たちにあまりこう受け入れるのが姿勢が積極的じゃないっていうのがあるんですけど、それどう思います？日本人シャイだから。世代もあるのかなっていう感じますね。なんか僕ら世代そんな抵抗なくない？外国の方なんか、抵抗ある、あるけどな。あるか。僕なんか抵抗ないんですけど、やっぱ先輩の方とかなんか外国人に対してちょっと差別的な感じのところ一面を見ちゃったりするんで、いや、やっぱ緊張するよ。やっぱり慣れてきちゃったのかな。俺が喋れるよ、全然。片言の英語でも喋ってやろうとか思うし、まあ、日本語喋れるんだったらそれこそ全然普通に喋ろうと思うけど、でもやっぱり外国人だなっていう先入観とちょっと抵抗は、まあ、抵抗はあるかな。日本人と全く同じようには接することできないっていうか、文化が違うところで生きてきた人じゃないですか。日本とは違うところで生きてきた、まあ、そういうところでなんかこう考え方の違いとか、まあ、普通に言葉が通じない場合もあるとかっていうのを考えたら、まあ、心配になりますよね。結構政府ってそのいわゆる単純労働者的な感じの、例えばまあお菓子作りとか工場働きとか農業とかの人たちに対して、この移民としてちゃんとビザを与えるのに非常に消極的なんですよ。だから日本に来て数年経ったらもう帰ってほしいみたいな、そういうのが政府の的には非常に抵抗があるんですけど、実際にまあそういう人たちと接している身として、それはどう思いますか？もっと積極的になるべきだと思います。最初こそ言葉がわからないですから、まあ、難しいところありますけど、仕事を覚えたら本当しっかりやってくれるので、積極的に。ただやっぱり日本人より細かさの点においてはやっぱり劣るのを感じます。仕事をやってくれるんですけど、きめ細かさ、日本そうですね、細かい指示は結構忘れちゃうところがあります。お菓子の品質、傷とか細かい傷を結構見落としちゃうことが多いかなっていう。多分何年も何年もやってれば覚えてくるんでしょうけど、やっぱりその辺の感覚がちょっと違うかなっていうのを感じます、ね。やっぱそういうのがその今まで過ごしてきた国の文化とか感覚のズレだよね。で日本人はなんか仕事が丁寧とかっていうのは、やっぱそういう文化のとこから来てるんだよね。結局なんでそういう、まあ、よそから取ってるかっていうと、多分日本人で取ろうと思ったら取れないですよね。はい、もう人がいなくて。僕の工場とかもこう単純産業が多いんで、多分日本人や若い人たちは好まないような仕事なんで、人がいなすぎて外国の方を多分使うしかないんだと思います。あれなんですよ、文化が違うから。じゃあ全く日本人と同じような考え方で日本人と同じような行動を求めても、はい、まあ、無理が当然じゃないですか。ありますね。まあ、逆に日本人が向こうに行く場合も、じゃあ完全に現地の人と同じ考え方で同じようにやろうと思うと、まあ、それはね、取ってる方もまあ日本人で取れないからお願いして働いてもらってるわけじゃないですか、はい、そこをどう折り合いつけるかっていう感じですよね。そうですね、まあ、働いてもらってるわけですから、あんまり強く、ね、出るわけにもいかないですし、その辺の日本のこの偉い会社の人たちって働かせてやってるんだ的な感じを受けて、なんかちょっと上から目線で働く人の立場になって考えてないですね。確かに、まあ、僕も完全上の立場じゃないですから、中間層から見てやっぱり扱いは雑っていう言葉があるのか分かんないけど、しっかりはしてないと思います、はい。まあ、それはうちの会社の欠点にもなっちゃうんですけど、外国の方だからこれはできないだろうって最初から決めつけてもう仕事させちゃってるのはちょっとどうかなっていうのはありますね。逆にそれもちょっと差別になっちゃうんじゃないかなって思いますね。やっぱり日本人と同じようにやってもらうのは無理だけど、日本人のことも教えてあげるのもちょっと大切かなとは、はい、思ってます。外国人だからで諦めちゃうんじゃなくて、個人差も多分あると思うんですね。そうですよね、この先生は、まあ、うちの会社もフィリピンの方とかなんですけど、まあ、10年以上やってらっしゃる方で、日本人より細かく見れる人もいます、はい。
仕事が早いですね。あ、そう、あの効率よく仕事できるのはちょっと外国の方すごいところだなと思いますね。はい。So I'm pretty happy that we were able to have a nuanced conversation about immigration in Japan. But as you can see, there's actually many Japanese companies who want to hire people from outside Japan, as long as they speak Japanese. So if you want to be part of the Japanese society and work with Japanese people, you need to learn Japanese. And if you want to learn Japanese with me, I will teach you the kind of Japanese that Japanese people today speak.Unlike a natural, old-fashioned textbook Japanese. So click the link and subscribe to my email group, Japanese with Yuta. Alright, see you guys soon. Ciao, ciao!